皆さんこんにちは、スタモリひろきです。さあ本日は4コマ酒盛り決めていきまーす。さあこれはまあ巷には聞いてましたよ。はい、4コマの4コマの笹森さんです。なんか皆さんに募集していただいたんですよね。そうです、過去の笹田の動画で4コマを、はい、まあ、作ってくださいという、はい、お題を出しまして、でファンの皆様が4コマ笹森というハッシュタグですね、いろいろ引用リツイート引用ポストをしてくれて、その中まあ本当100件ぐらい集まりました。マジですか、ありがとうございます。まあ、その中から一つ、気に入っていただいたものを選んでいただいて、で、その方にはですね、豪華、サイン入りの何かというところで、一応、記載をしていたんですが、今回、ちょっとそれが決まりまして、はい、チェキでしょ。ただのチェキではないです。何ですか？ビッグチェキでーす。ビッグチェキか。ビッグチェキ。ビッグな方か。ビッグな方でーす。これ大きいです。これ大きいね。はい。普段ね、普通のチェキもあると思うんですけど、今回ビッグチェキになんとサインを書かせていただきます。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、当たった方には、うん、住所を送っていただいて、これそのピンポンして、ピンポンしてピンポンして、あ、そうですね、そうですね、そうですね、はい、不審者です。不審者、はい、それはね、それはやりませんけれども、 DM にて連絡差し上げますので、はい、また、お待ちください。はい、で、ちょっと条件なんですけど、はい、今回、笹森さんの動画全部面白いです。いやいや、全部一コマ一コマ全部面白くてですね、動画はまたいでも OK。 なるほどなるほど、一つの動画だけじゃなくて、はい、組み合わせで4コマを作ると。そうです、はい、面白そう。なんで皆様こう過去の動画を見返してくださったりとか、まあ、そういう意味でこう皆様の好きなシーンとかを集めたりとか、ストーリーを作ったりとか、そういういろんな思いがあるので。そうですね、確かに楽しみですね、まあ、今日はもう本当に作品展を見てるかな。なるほどね、笹森展、笹森展、今回は、はい、まあ、そういった感じでね、見てって順番に見ていければと思いますので。はい、まあそれでさ、今日は、何ですか？まあ結論から言いますよ。あ、はいはい、結論から。結論から言うと、はい、僕2時間遅刻をしてしまったんですね。結論から、結論だけ言うとね。はい、そうですね。いろんなこれは、ちょっと今本当にまだ起きて数時間しか経ってない。速攻来たからさ。寝起きでこの美女です、皆様。おはよう。おはよういただきました。なんだけど、俺、マネージャーさんが今日この後お仕事があるんですけど、YouTube 撮影この日しかできなくて、もう稽古が始まるんで、うん、この後またね、いろいろと忙しくなってしまって、時間がここね、佐藤さんと合わなくなっちゃうんで、うんうん、だからその今日の、この日の、終わった後に撮影入れてもいいですかって言って、あ、OK ですって言ったんですよ。で、昨日、一昨日ぐらいに、明日の撮影は、10時で、ちょっと俺ちゃんと見るわ。先日ご相談した YouTube 撮影ですが、佐藤さんがこれもちゃんと見ればそうだなと思って、後ろの時間が難しいらしく、10時過ぎに事務所でもよろしいですか、なかなかしばらく撮れる時間がないのでみたいなことを起きたんですよ。はいはい、俺はでもその前にその仕事の後に言われてるから、ちょっと遅くなっちゃうかもしれないけどって言われてるの。はいはいはい、ね、だからパッと見て YouTube 撮影、佐藤さん10時過ぎに事務所で、俺はもうインプットしたんだよ。だから今日多分7時とか7時半ぐらいで終わるんですよ。19時半で終わるんですよ、はいはい、仕事がね。だからその後の10時から少し時間が空いちゃうけど、いけます、大丈夫っていう連絡だと思ってます。はいはいはい、なるほど、了解しましたと送ったわけよ。はい、すげえメスアップしてなさいね。じゃあ電話かかってきてもらいますけど、うん、今どこにいますって言うんですよ。え、俺ドキンとしてないから、なんかあったみたいな、うんうんうん、え、なんかあったから、ほんと寝起きよ、寝てるから普通に。そうですね、まあ結果的に朝の10時だったんですよ。はい、ってのも後ろの時間が厳しいってことは後に何かがある、うん、ちゃんとそこまで見てれば、あ、これもしかしたら朝か、まあ10時って書いてあるし、うん、で22時じゃないですか、夜、うんうん、でも俺の中でも夜になってるから10時ってまあ夜かなってんだよ。俺も悪いし、まあ、そのフェイクをかけたマネージャーさんも悪いと思うんだけど。一回夜って言われてるから、それは。そうです。一回ね、こう、フェイントかけられて、ね。10時過ぎぐらいに電話かかってきて、はいはいはい、まずなんかあったかなと思うじゃん。確かに。急に。ちゃんと表記
するのは当たり前だよね、うん、10時、22時とか。だからもう俺が悪いんだよ結論ですか。すいませんでした。いやすいません、ありがとうございます。寝起きでちょっと決めていただいて、というわけでじゃあ4個、4コマスタもやっていきましょうか。はい、やっていきましょう。はい、ちょっと、もう全然好きなやつ、はい、バシバシピッとしちゃっていいんだよ。引用っていうのをしてやるんだね。あ、そうですね。一番下から見ましょうか。はい、さあさあ、皆様どんなたさもりを見せてくれるのか、たくさんありがとうございます。お、メイク動画だったりね。おー、メイク動画はね、全部、全スクリーンショット映えますから。え、ハロウィンでさ、やったじゃないですか。はい。まあ、あれは自分でやってんだけどね、止まったんだけど。はいはいはい。俺、可愛くね？あの、マジ可愛いです。これ俺、可愛いよね。マジ可愛いです。タイプだったの。自分の女装の顔、写真を見て。はい。あれタイプ？そうなんですよ。俺のタイプ、よく聞かれるんですよ。どんな方が好きですかね。自分が女装した時の顔ってことも言おうかな。懐かしい、これ。あ、飛行機ですね。至るとこで俺多分白いの見たりしてんだよね。焦点っていう。焦点。うわ、懐かしい。めっちゃなんか思い出深いっすね。こういったの、パソドラの振り返りもだね。うん。すごい自身のね。これめっちゃおもろい。何ですか？お、指を隠して、ピース。ピースフルな男でした。我ながら面白いっすね。いやー、それ、でも4コマ、すごいっすね。ちゃんと起承転結、ちゃんと起承転結でやってもらってるね。なってて。ほら、ここでも言ってる自分がタイプだなって。めっちゃおもろい。急にその、喋らないでいただきたい。いろんなダメージを食らってる僕が。やっぱみんな俺がなんか痛がってるのが好きなんだ。いやー、面白い。あー、これめっちゃおもろいわ。この、まあ、罰ゲーム的なやつをよくやらせるじゃないですか。はいはいはい。で、このマッサージ機を使用しましてって言われて、はい、出ましたと。うん、うん。またそれやるんですか。恥ずかしい言葉言ってるからないと。あー。またそれやるのか。嫌な顔してね。こんなことやらされて。はいはい。で、時を経て、現在、なんか罰ゲーム決めましょう。自分からもう、罰ゲームを欲しちゃってる。欲しちゃってる。欲しちゃってるっていう。これやばいね。しかもタイトルが成長なんですよ。めっちゃおもろいね。いや、面白い。これめっちゃ面白いな。いや、面白い。これに関しては編集者のもう、いじりだ。全部一応事務所様のあの、チェックは入った上で公開しております。いや、最近ね、事務所さんもですね、いろいろなんかその、まあ、当たり前なんだけどさ、いろいろちょっと、厳しいんですよ、なんか。はいはいはい。こういうの気をつけてください。まあ、もちろんそうなんだけど。はいはいはい。言う割にこれいいの。こんなのいいの。チェックして OK 出してる事務所また面白いですよ。これ見て。OK。OK。確かに、そう言われてみると、ちゃんとね、確認はしていただいてます。面白いね。確かにですね。あー、これは面白かったんじゃない？ボコボコにしてやろうかなと。後輩のことをちょっと、はいはいはい、して。俺のこの音ハメバッチリだったでしょ。首の、で顔の残像感。残像がね。やばいっすね。その。オッケー出した。いやー、これは本当に今でも変わんないね。なかなかじゃんけんでチョキを出しまくるっていう。あー、それ全部チョキの回。そう。癖なんだよね、本当にね。ね。最初グー、じゃんけんぽい。横顔臭。おー、おー、横顔が好きっていう方がいました。いやー、もういろんなね、好きが溢れてますから。手が好き、横顔が好き。え、待って、これ可愛くね？可愛い、めっちゃ可愛い。可愛くね？そう、なんかちょっと横目な感じ、なんかスッとしてる感じがなんかツンツンしてる、ほんとツンデレのデレの時みたいな。ね、なんかプーみたいな。はい、皆さん失礼いたしました。ふざけております。はいはいはい、はい、可愛いですね。なるほどね。オッケー。はいはい。決まったわい。あ、本当ですか。はい。もう全部ね、あの、目通していただいて。うん、全部差し上げます。ありがとうございます。本当に皆さん。本当に。ありがとうございます。はい。はやる第1回4コマスタモリ選手権の優勝は、こちらです。成長。成長です。いや、これは秀逸でしたね。結構皆さんね、長い子を見てくれてる方もたくさんいらっしゃって、はい。本当に初期の僕からこう、いろいろ遡ってってくれてるみたいな。確かに。もあったりとか。確
笑いました、これは、さすがに。しかも、チャンネルのテーマもね、成長するチャンネル。そう。完璧ですね、これ。これを成長と言えるのかどうか私は分からないけど。これを成長と呼んでしまったら、結構危ない。危ない成長なのかもしれないけど。今後が危ぶまれますが。まあまあ、でもなんか、流れに順応するというか。はいはいはい。っていう力を身についたんじゃないかな。罰ゲームというものを通して。はい。はい、というわけで、おめでとうございました。おめでとうございます。皆様たくさん の引用ありがとうございました。すごく楽しかったです。いろいろ自分の中でも振り返りになりまして、もう何年やってるんですかね。一番最初何年だろう。4年。これじゃ来年は5周年になるんですね。あ、そうですね。ちょっとね、間空いちゃったんですが、まあ5周年ということでね、節目にはなると思います。そろそろなんか外出ようよ。いつも中じゃん。確かにね、いつも長いじゃん。足がすごい長い。なあ。すごい、まあ、いつも長いじゃん。ちょっと切れますけどね、足が。ねえ、ちょっとロケ行きましょう、久々に。ねえ、バンジーとかね、行きたいって言ってましたもんね。え、それはマジでやるよ、全然。全然やるよ。あのね、ぜひぜひ今後も、ね、待ち続けてるファンのために、そうですね。サムさんは成長を止めないと。流してくれ。ということで、じゃあチェキ取っていきますね。はい、ちょっと僕が取らせていただきます。これビッグチェキで。ビッグチェキですね。じゃあいきますね。はい、ささもり、はい、取れました。はい、取れましたよ。見てください、皆さん。やっか、何もついてない、まだ。見てください。まだ真っ白い。色白ですね。真っ白すぎた。見てください。来た、ちょいもりです。ちょいもりさん、今。あ、ちょいもりです。これほら。徐々に出てきてます。徐々に、この方ですよ、皆さん。あー、すごい。いや、もう書いていい？あ、もう。なんか、サイン書いて。あー、ちょっとそんな焦らないでください。あ、すごい。これ、あ、奪われちゃいましたな。はい、では書かせていただきます。はい。まずタイトルの成長だったんだよね。うん。右利きなんですね。結構周知の事実じゃね。珍しい。珍しい。逆に左なん？あ、左です。左かい。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、サイン書いて。成長。はい。こちらを、はい、ピンポンさせていただくんで。はい、直接、産地直送で届けます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。はい、皆さん、改めまして、4コマスタモリ、ありがとうございました。いや、本当にね、たくさんの投稿をしていただいて、振り返りになったりとか、やっぱ俺の女装は可愛いなっていう結論に至ったので。結論。そこなんです。またやりたいですね、メイク動画ね。またね、動画溜まったら、また4コマスタモリもやりたいし、メイク動画もやっぱり、ね。ぜひまたやりましょう。はい。はい、なんで、また、まあ、1年後、2年後わかんないけど、はい、また4コマスタモリ。もうちょっと先に、早くやれるといいですね。そうね、はい。やると思うんで、皆さん、その時ぜひまたよろしくお願いします。はい。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは、フフフフ。